トーマス・ローレンスによる、肖像画、1806年作。セミオン・ロマーノビチ・ボロンツオフ伯爵は、ロシア帝国の外交官。ボロンツオフ家の一人で、兄に、ロシア帝国最小のアレクサンドル・ロマーノビチ・ボロンツオフ、がいる。1785年から1832年に、死去するまでの47年間イギリスに住み、 1785年から1800年まで、グレートブリテン王国駐在ロシア大使を、1801年から1806年まで、グレートブリテン及びアイルランド連合王国駐在ロシア大使を務めた。ロマン・イラリオ・ノビチ・ボロンツオフ伯爵の息子として生まれた。1768年から1774年までの、ロト戦争では1770年のラルガの戦いと、 カグルの戦いに参加して、頭角を表した。1783年、ウィーン駐在ロシア講師に任命され、1785年にロンドンに転任した。ボロンツオフはすぐに、イギリスの制度と関連に精通して、大きな影響力を得て、1787年から1792年までのロット戦争で、イギリスからオスマン帝国に派遣された艦隊の武装解除に、 貢献した。1793年には、ロエーンの通商条約を更新したが、その後の3年間は亡命ブルボン家を熱烈に支持第二次武装中立同盟をロシアにとって損だとして、批判、ポーランド分割を公平さに欠けるとして批判して、エカチェリーナ2世をイラつかせた。1796年に、パーベル1世がロシア皇帝に即位すると、ボロンツオフは、 大使に昇格、フィンランドの大きな領地を与えられた。以降は、ボロンツオフが、ミハイル・コンドラーティエビーチ・マカロフの艦隊を、イギリスの港に引き止めたことも、アレクサンドル・ベズボロドコの死後に、帝国最小の任命を拒否したことも、パーベル一世の信頼を揺るがすことができなかったが、やがて、パーベル一世自身が、神仏的な傾向を示すようになり、彼は、ボロンツォフを不適任と考えて、 1800年2月にボロンツオフの領地を没収した。1801年にアレクサンドル一世が即位すると領地を回復したが、健康と家族の問題で1806年に辞任を余儀なくされた。以降1832年に死去するまでイギリスに住んだ。チャールズ・グレビルは1829年12月3日の日記で、ロー、ボロンツオフは長年大使を務め、 以降もここに住んだが、英語を一言も学ばなかったと記述した。ボロンツオフは、ロシア戦争についての覚え書き、ロシア内務政府についての覚え書きや多くの手紙、そして辞典を表した。死後、ロンドンのメリルボーンにあるペンブルック家の墓地に埋葬された。ボロンツオフが住んだ通りの名前は現代では、彼の姓をとって、ワーアンツオロードと呼ばれている。ボロンツオフは、 エカチェリーナ・アレクセイエブナ・セニャービナと結婚、一男一女も受けた。ありがとうございます。